トヨタ TS010、トヨタ TS010、トヨタ TS010 は1991年にトヨタが開発したプロトタイプレーシングカー。スポーツカー世界選手権やルマン24時間レースでの総合優勝を狙い、グループ C の新規定、カテゴリー1に合わせて設計された。トヨタ製グループ C カーとしては初めて自然吸気エンジンを搭載するため、車名には ターボエンジン搭載車に用いていた CV に代わり、トヨタスポーツを意味する TS が付けられた。開発プロジェクトは TRD が主導となって行い、コンサルタントとしてトニー・サウスゲートが参画した。エンジンは当時の SWC のレギュレーションに沿って、当時の F1 と同じ 3.5L なエンジンを開発した。エンジン形式は バンク角72度の5バルブ V 型重機等でグラウンドエフェクトを向上させるために傾斜をつけて搭載されていた。出力は1990年の初期型で約480馬力、1991年スポット3センで約600馬力、最終的には約750馬力を発生した。モノコックはカーボン製でラジエーターは先行する。 メルセデス・ベンツ C291、ジャガー XJR-14、プジョー905が側面配置であったのに対し、TS010 は、トヨタ 88CV 以降のマシンで、サイラジエーター車の開発に苦心した経験から、フロントラジエーターで製作された。リアセクションは、当時階一で、一般的だったトランスミッションをエンジンと、ディファレンシャルギアの間に配置するアウトが採用された。 ボディアンダーフロアはエンジンの左右部分を跳ね上げたトンネルディフューザーを備えるウィングカー構造を有する。リアウィングは1991年に活躍したジャガー XJR-14 に習って複用型採用した。コンセプトの低ドラッグ、高ダウンホースに即した開発によりダウンホースは 200MPH 時に4トンを超えた。ヘッドライトはスプリント仕様では フロントラジエーターのエアインテーク部に小型のものを夜間走行を行う耐久レースではフロントフェンダー部に二等式のものをそれぞれ装備する。TS010 は1991年スポーツカー世界選手権 SWC への実戦投入を目指したものであり、開発プロジェクトは1989年にスタートした。車体の設計及び風洞実験、車誌の製作は TRD とドームエンジン開発はトヨタ東富士研究所が担当した。初期開発段階においてエンジン開発チームは重心高を徹底的に下げるためにアンダーフロアがフラットボトムであることを前提に開発を行っていた。それに対し車種開発チームは高ダウンフォースを発生させるために従来のグループ C マシン同様のウィング化構造を 持ったマシンを開発したかった。しかし、開発チーム間の異なるマシン構想によって、1990年初頭に完成した車体は、先行開発されていたエンジンが搭載できるだけとなり、結果的にアンダーフロアの整流などは考慮されず、重心も高いマシンが完成してしまった。この時の車体デザインは、最終的にレースに登場した TS010 の姿とはにつかない、 旧来のトヨタ 88CV にまで遡るグループ C マシンのイメージを引きずったうなものであった。1990年2月にモータースポーツ部長に着任した斉藤春彦はこの開発状況を収集するため、1990年5月の世界スポーツプロトタイプカー選手権 WSPC シルバーストン戦を視察中に偶然知り合いたトニーサウスゲートに TS010 開発のアドバイザー就任を依頼し、同時にスポーツカー世界選手権、SWC への参戦を1年遅らせ1992年からと、することで、エンジン、車種ともに1から再設計させた。再設計された車種は90年夏に行われた、空洞実験において、用務機比の数値が、それまでのターボエンジン搭載のグループシーカーが、どうしても届かなかった4を超え、 5.8に達したといい、ドラッグを抑えながら多くのダウンホースを獲得できる目途が立った。一方、エンジンは車種よりも先に完成し、91年シーズン初頭からトヨタ 89CV をテストベッドとして実装テストが開始された。こうして1991年夏に TS010 は完成し、同年8月のシェイクダウン後はデビューに向けて、 テストが重ねられた。またタイヤについては、従来から馴染みの深かったブリジストンに変えて、世界中のサーキットで実績を積んでいるという観点からグッドイヤーがチョイスされた。このように従来のグループ C マシンからの脱却を目指して開発された TS010 だが、同時期に登場したジャガー XJR-14 が、コンパクトなコスワース V8 エンジンを搭載し、 ラジエーターを車体側面配置にすることで、ドラッグ面で有利となる低いフロントノーズを実現、さらに底面に大型のディフェーザー等を備えたのに対して、TS010 は従来のグループ C マシン同様、ラジエーターがフロント配置になっている等、車両パッケージは少々古いものであった。また、XJR-14 は、 スプリントレースを主眼に置いたのに対し TS010 は耐久レースも考慮したことからドアは従来のグループ C マシン同様に乗降性に優れたコンベンショナルなガルーイングドアし後輪部分にジャガー x j r 1 2等と同様のスパッツを採用しているこのようにややコンサバティブに設計された TS010 は1991年8月に 初めてメディアに公開された際、細部の造形が何とも荒いし、デザインセンスも素人っぽいと評論家に、エクステリアディーンを国評されたものの、車両としての完成度は当初からそれなりに高く、トヨタ製グループ C マシンの集大成と言われている。だが、92年、SWC で好敵手となった、プジョー905は、シーズン中にエボニーを投入する、と、常に、 空力性能を向上させ、さらに予選用エンジンを用意したのに対して、TS010 は特に目立った改良は行われなかったため、次第に速さの面で劣勢となっていく。結果として92年、SWC において TS010 は第一戦モンザを制したものの、残りのシーズンでは全て、プジョーの後陣を排する結果となってしまった。TS010 を使用した。 レースプロジェクトは、トムスギガバイトが、トヨタから TS010 を借り受ける形で、行われた。TS010 は1991年、SWC 最終戦のオートポリスに特例として参戦し、予選5位、決勝はトップから3周遅れの6位という結果を、残した。1992年より、SWC に正式に、全戦参戦し、第1戦モンツァで、小川ひとし ジェフリー・ス組のドライブにより初優勝を飾る。続く、第2戦、シルバーストーンでは、プジョー905が優勝を飾る。そして、1勝1敗で迎えたルマン24時間レースでは、レース前半が、ウェットコンディションによる戦いとなり、クッドイヤーのレインタイヤが全くクリップしない状態に、対し、クリップ力の強力なミシュランタイヤを履くプジョー905。 いや、松田 MXR01 にみるみるうちに、離されてしまった。雨が上がった時点では、プジョーと相当なタイム差がついてしまい、最上位の33号車で4位であった。そこで、どれだけエンジンが持つか全くの未知数であったが、予選用ガソリンの投入を行い、数十馬力ほど出力を上げることで一周あたり7秒ものタイムアップより、プジョーを猛追した。 終盤に33号車は2位までポジションアップしたが予選用ガソリンを使用し続けたことでエンジンのシリンダーヘッドにクラックが入り一気筒から冷却水が漏れオーバーヒートを起こしてしまった一度はピットインして冷却水を補充したもののすぐにオーバーヒートは再発したためトップ追撃を断念再度ピットインすればエンジンが始動する保証ないため33号車は ピットに戻らないままペースを落として周回を重ねた結果、総合2位をキープすることに成功した。なお、3位のプジョーとはわずか一周差であり、さらにゴール後の33号車には冷却水がほとんどない状態であった。この時オーバーヒートを起こしたエンジンは、モンツァですでに使われたシリンダーヘッドであったためにトラブルが発生したと言われている。だが、ウッのコンディションが 駆動系への負担を抑えていたのも事実であり、当時のチーム監督であった斉藤春彦は、雨が降らなかったら勝てたかもしれないが、ハイペースがたたって持たなかったかもしれないと、回想している。その後の SWC では、プジョーの後陣を排す結果ばかりとなり、結局モンサ戦の勝利のみで1992年シーズンを終えた上に、SWC はその年をもって、 終焉を迎えてしまった。トムスギガバイトは、ルマン終了後の JSPC 第5000、富士 1000km と第6000、ミネ 500km に JSPCC クラス車、燃費制限はないものの、特殊燃料の使用負荷、給油時の流量制限などは C1 クラスと同様として S01 例を出場させた。TS01 0は、富士 1000km で、給油の回数が、 燃費制限のある C1 クラス車より1回多いにもかかわらず、全車周回遅れにする圧倒的な速さで優勝。雨の中行われたミネ 500km でも、日産 R92CP との戦いを制して連勝し、JSPCC クラスのタイトルを獲得した。SWC は1992年で消滅したものの、 トヨタは1993年のルマン24時間レース制覇に向けて TS010 の改良、テストを続行した。その結果、93年仕様の TS010 は、空力特性が向上した上、エンジン出力は30馬力アップし、トルクバンドも改善された。さらに92年シーズン後半から使用されるようになったトラクションコントロールシステムの搭載。 トランスミッション信頼性向上のための改良、ラジエーター軽量化、コックピット側面にオイルクーラーの設置、前年のルマン、鈴鹿 1000km でも使用されていたリアタイヤのスパッツの撤去などの改良が行われ、マシン重量は約 30kg 軽量化された。1992年のルマン24時間レースで問題になったタイヤもグッドイヤーからミシュランに変更された。 ドラッグの低下を狙って一枚翼のリアウィングもテストされたが、ルマンでは使用されなかった。こうして迎えた1993年のルマン24時間レースに、トヨタは3台の TS010 を出場させた。予選では前年に敗れた、プジョー905を上回る速さを見せたものの、本戦では出力が向上したエンジンに対応したはずのトランスミッションに、 トラブルが頻発する。レース序盤は、プジョーと主位争いを繰り広げるが、出場した3内べてがレース中にトランスミッションを交換する事態に陥り、最終的には予選2位だった36号車が総合4位に入ったものの、1位から3位を独占した、プジョーの前に乾杯を喫した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。